ジェームズ、すっかり見違えたわ。以前どこかで？一度だけイギリスでね。ニコール・ハンター、あだ名はニッキー。ニコール・ハンター、ジュエリーデザイナーの？影ではこう呼ばれてる、お飾り女って。あえてよかった。ただあまり足止めするのも。私が連絡係よ。なるほど、嬉しい驚きだ。行こう。車があるわ。いい車だ。友達のよ。運転してくれる？男の人の方が安心できるの。ホメロフのことを教えてほしい。スケベな男よ。でもロシアの富豪にしてはまともな方。油田はもちろん、ダイヤ鉱山、それからプライベートジェットまで持ってる。金ピカのね。知り合ったのは？この世には付き合う価値のある男は6人しかいないの。そのうち半分とデートした。曲がって。冗談よ。実は私の工場で使う貴金属用の薬品をホメロフから買ってるの。彼は最近モナコでカジノを買い取って、そこにブティックを開けて。しつこいの。彼がカジノ？ええ、お金持ちのステータスみたいなものなのよね。モデルとの結婚もそう。で、彼がシベリアへ立つのを遅らせたわ。奥さんはシベリアで留守番よ。でないとお金を全部使われちゃうのね。今から彼とカジノで会うわ。あなたはその隙にオフィスに忍び込んで金庫を破って。わかった。ところで、なぜこの仕事してるかって？ああ、そうだ。だって私にぴったりでしょ。ファッションショー、グラビア撮影、回転イベント、世界中飛び回れるし、誰も私を怪しまないわ。 M に誘われて？ちょっと違うわ。違うというと？数年前に税金のことで問題があって。まあよくある話だ。そうね、ダイヤ絡みで少し税関と揉めたの。それだけで上流階級のお嬢様が MI6 に？そうよ、ジェームズ。でも信じて、私もやろうと思えば慎重にやれるの。じゃあカジノの前で降ろして。メイクを少し直してから行くわ。打ち合わせが終わる頃になったら携帯にメールするわね。ジェームズ、中に入ったわ。ポメロフは私に会いに来るはずよ。よし、今庭を通ってる。発信機をつけてくれ。信号を頼りに君を探す。待って。いいわ、つけた。よし、しばらくポメロフの相手を頼む。少しでも怪しまれたらカジノは閉鎖される。慎重にやるんだ。いいね。心配しないで、ポメロフの扱いは心得てるから。ちゃんと見張れよ。今日は祝日だ。酔って浮かれた旅行者が勝手に入ってくることが多いからな。了解。よし、タバコは消せ。見回りに行くぞ。はい。報告はあるか？
異常ありません。しかしポメロフの依頼とはいえ、こんな真夜中に物々しい警備ですね。ポメロフってやつは慎重な男だからな。彼が会っているという中国人。ジェームス、ポメロフがまだ現れないわ。どうしよう、ここに来なかったら。ニコール、落ち着いて。少し遅れてるだけさ。君の成功に全てがかかってるんだ。わかったわ。とにかく頑張ってみる。よし、タバコが終わったら休憩に入る。無理をするなよ。なあ、ボスの今度の相手を見たか。今
ニコール、カジノに入った。君を見つけるまでポメロフを頼む。分かったわ。あ、待って、彼が来た。ステーファン、すごいじゃない。何もかも大変よ。君に褒められるとは最高の賛辞だね。まあ、ステファン、あの絵どうやって手に入れたの？私も欲しかったのよ。でも絶対に売らないって言われたわ。借金の方も。007、ここを通るにはキーコードが必要だ。どうやらキーコードは3つに分かれていて、カジノの警備員が1つずつ持っているようだ。警備員の位置を携帯に送信する。全員からキーコードをスキャンしてエレベーターに乗るんだ。よし、いいぞ。その調子だ。参加者はいつ到着するんだ？だがな、俺たちはここを監視するだけだ。こんな厳重な警備をするんだ。よほどの大物が来るんだろうな。ポメロフもゲームに参加するらしい。そうそう、彼は秘密主義だからな。ああ、そうだな。よし、いいぞ、007。これでポメロフのエレベーターを使えるぞ。